はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ！はい、ジョー・バイデンの大統領就任パレードがキャンセルされましたよ。ジョー・バイデンの大統領就任パレードがキャンセルされました。はい、あのですね、流れが一気に変わってきてます。なんだか知らないけど、1月の3日になったらね、突然流れがグワーンと変わりました。びっくりしてます。トランプ陣営超有利になってきました。はい、これね、どういうことかっていうとですね、ちょっと熊さんね、昨日ね、動画を作った後ですね、動画の中でも言ってたんだけれども、国防権限法がですね、上院通過しちゃったから、トランプさんがですね、これ反乱法を独自の権限で、発令できなくなっちゃったっぽいんですよ。議会を通さなきゃいけない。で、その議会が、反対をしたらですね、反乱法がですね、使えなくなってしまった。要するに、今回トランプさんが持っていた伝家の宝刀の3本の刃のうち1本がなくなっちゃったみたいな動画を作ったんだけど、あの後クマさん結構気落ちをしていたんです。まあ、今日も気落ちをしていたよ。とか思ってたらね、なんか一本ね、突然ね、超速報とかでニュースが飛び込んできたんですよ。これね、ペンス大統領がついに動いたぞっていうニュースです。はい。なんかね、政治記者の方、アコースとかですね、まあ、左派系なんだけどもね、この政治の記者がですね、ペンス大統領は上院と下院の議員の異議申し立ても歓迎しているぞっていうツイートがあったっていう話なんですよ。うん。そうなの？うん。でもペンスはさ、もうあっちに行ったり、こっちに行ったりさ、もうこのクソコウモリ野郎がとか、もう最近、クマさんももちろん思ってるんですよ。そんな感じで、しかもね、ツイートがね、単なる元記者、まだ元フォックスの記者さんだから、まあ、ある程度、信頼してもいいと思うんだけれども、まあ一応記者のツイートだからさ、本当かな、どうなのかな、とか思って、でも本当だったら嬉しいなと思ってツイートしたんですよ。うん、ツイートしたのね、ペンス大統領本当についに決意しましたか、本当ならめっちゃ心強いと思ってですね、ツイートしたんです。そしたらですね、カイランキさん、びっくりしちゃって、カイランキさんって皆さんご存知ですか、保守系のですね、ツイートをやってる方で、かなり大物、ツイートの世界の中では結構大物の方で、クマさんがですね、地方の市議会議員のですね、秘書とかっていうレベルだとしたら、カイランキさんは国会議員です。そのくらいですね、こう影響力のある方がですね、突然、闇の熊さん、ソースですって、なんか、名指しできた、怖い、俺、怒られるのかな、とか思ってたらですね、実際このね、ペンスさんがですね、どうやらトランプ陣営に完全に傾いてきてるっていうことがね、もう、裏付けてくれるですね、この情報をね、送ってきてくれたんですよ。ありがとう、カイナキさん。皆さん、これ、カイナキさん、これ、フォローしといた方がいいよ。なんか、この人、やたら情報詳しいし、なんか、発見するのも早いから、この人見てるだけでね、アメリカ大統領選挙の状況結構わかっちゃう。うん。でね、この方ね、共有してくれたのが、ペンス大統領、副大統領の補佐官のマーク・ショートさんが言ってるんだと。これ単に一記者が言ってるだけではなくて、ペンス大統領の補佐官が言っているんだっていう、この記事を送ってくれたんですよ。ペンス副大統領は、不正投票に関する何百万のアメリカ人の懸念を共有している。副大統領は上院下院議員が法の下に持つ権限により、異議を唱えて、1月の6日に議会とアメリカ国民へ証拠を提出する努力を歓迎するって言ってるんです。歓迎するって言ってるんです。で、これは実際には補佐官の言葉ではあるけれども、これ補佐官の言葉っていうのはもう、ペンス副大統領の言葉と受け取って問題ないでしょう。だからね、この状況を見る限り、ペンス副大統領は完全にトランプ陣営のためにね、今回の、不正の選挙、今回の選挙では不正が行われたから、今回、バイデンっていうふうに選挙では決まってるけど、我々はそれを認めないってね、上院の方とか議員の方とかで、ね、言うぞっていうのを、疑義を唱えるぞっていうことをですね、言ってくれている方が12人になったみたいな話を、昨日ね、軽くクマさんが知ってたでしょ。うん。実際にね、この状況を見てですね、ペンス副大統領はどうやらですね、やっぱりどう見てもこれトランプの方が有利になってきたから、じゃあトランプ有利な方向へ行こうみたいな、この野郎とか思うんだけれども、でね、なんでペンスはでもね、いきなりこんなことを言ったのかっていうのをね、びっくりしてね、調べてたらね、わかった、こいつだと。うん。テッド・クルーズが自分のフェイスブックの中で、もう、なんだ、正式な表明として、1月の6日に私はこの選挙結果、今回不正が疑われている選挙結果に関して、異議を唱えると、はっきりと、異議を表明するということをですね、はっきりと言っちゃいました、フェイスブックで。だからね、1月の6日はですね、このテッド・クルーズさん率いるね、11人、12人くらいのですね、上院議員がまとまって、今回の大統領選挙では不正があったと、再調査をするんだということで、今回の選挙結果は認めないという方向で、もう意思を表明しました。これなんですよ、多分。これかと。この意思を表明したのがですね、1月の、日本時間で言うとね、1月の3日のですね、多分夜中の2時、1時か2時くらいじゃないかな。今からね、12、3時間前にこの意思を表明したんですよ。この意思をね、テッド・クルーズさんのこの意思表明がですね、一気に流れを変えた可能性あります。今見ているとね、
今見てる。そんな感じ。そんな感じでした。いやー、かっこいいな、テッド・クルーズ。テッド・クルーズさんって共和党のね、超大物議員で、もうトランプの次の大統領はテッド・クルーズだって言われてくらいの大物なんですよ。実際にね、共和党の中ではですね、大統領候補をめぐって、トランプと争った人なんですよ。争った人なんだよ。ライバルだったんだよ。でもね、そのテッド・クルーズが、もう今はトランプだ、うんぬんだと言ってる場合ではないと。アメリカの民主主義は脅かされていると。今はもうトランプうんぬんの話ではなくて、もう立ち上がらなければならないということで、今回トランプ側について、ね、今回のアメリカ大統領選挙の不正に関して、私はこれを認めないとはっきり言ってくれたんです。1月の6日に私は異議を申し立てるとはっきり言ってくれたんです。ここから一気に状況は動いたんです。このペンスのクソ野郎もね、こんばん。だってテッド・クルーズがここまではっきり言ったらですね、もうね、1月の6日はですね、もう何かが起こるのは間違いないんです。エプスタイン島からですね、エプスタインさんがやってくるみたいな話もありますしね、オバマがですね、アルカイダとのね、つながりをね、暴露されてしまって、もうディープステート終わりそうみたいな状況もありますし、こういう状況をいろいろ鑑みてですね、クマさん普段から、実はペンさん、この、コウモリ野郎が、とか、日和見のコウモリ野郎が、とか、ないない思っていたんだけれども、まあでもね、1月の6日のですね、ペンさんの権限というのはとてつもなく大きい、とてつもなく大きいから、やっぱりこっち側に、トランプ陣営側に来ていただかないと困るんだよね、困るんだよね。そしてね、もう明らかにこっちに来てくれてるっぽいんだよね。このね、ある意味ペンスを動かした、もうクマさんの妄想ですよ、クマさんの妄想ですよ、ペンスを動かした、このテッド・クルーズさんのですね、意思表明、声明っていうのをちょっと読んでいきたいなと思ってます。いきますね、いきますね、ごめんね、クマさん、ね、もうこれ、嬉しい、カイラキさん、カイラキさん、ありがとうとか思ってですね、と思って、しかも、ジョー・バイデンの就任パレードはキャンセルだ、うわ、当たり前じゃねえか、この野郎、お前が大統領になれるわけねえだろ、そもそもお前、就任パレードを開いてところでですね、なんか近くのゲートボール場のですね、ゲートボールチームのね、キャプテンの就任式よりも人が集まらないんだから。だってこの間の見たらね、写真ね、4人くらいしか集まってなかったよね。集会でね、そんなことある？次期アメリカ大統領になろうとしている人間の集会にですね、4人しかいない、5人しかいない、6人しかいない。なんか隙間だらけだから車で隙間が埋めるとかね、そんなことある？お前なんかが就任パレードできるわけねえんだこの野郎とか思ってですね、ちょっと嬉しくなっちゃってですね、何の情報の整理もせずにですね、いきなり動画を撮り始めております。はい、もう何言ってるんだかわかんないという方もいるかもしれません。ただ大統領が、このアメリカ大統領選挙がですね、一気にトランプ陣営の方に傾いてきたと。一気に、わかりやすくね、もちろんね、トランプさんの勝利を最初からクマさんは思ってましたよ。思ってました。そうやってずっと言ってきたでしょ。でもね、今回はわかりやすかった。本当にわかりやすかった。これいけるぞ、いけるぞ。そしてこの流れを作ってくれた、どこだっけ。この流れを作ってくれたテッド・クルーズさんのですね、コメントをですね、ちょっと読ませていただいてよろしいでしょうか。どこだっけ？テッド・クルーズ立つと、これだ、ありました、ありました。いきますよ。さらに、クルーズ上院議員は声明の中で、次のように記していると。これね、フェイスブックを見てください。テッド・クルーズさんのフェイスブックには、詳細な文章がテッド・クルーズさんのおそらく直筆で載ってます。うん、ただ、それを見ようと思ったんだけど、クマさんの本名がドーンって中に出てたから、ちょっと見れないんで、こっちの記事を読みますね。2020年の選挙は、2016年の選挙のように激戦だった。そして、多くの激戦州では、僅差で決定された。しかし、2020年の今回の選挙は、選挙不正、選挙法の違反やなおざりな取り締まり、その他の投票違反に関する過去に例の見ない疑惑が主役となった。そうしてこうした疑惑は一人の候補者だけが確信したものではない。むしろこうした疑惑は広く蔓延している。ロイターの世論調査は悲劇的なことに 39% のアメリカ国民が今回の選挙では不正が行われたと信じていることを示している。もう全体の4割の人間がね、こう明らかに不正でしょって言ってるんです。こう信じる人たちの内訳は共和党が 67%、なんと民主党も 17% いると。そして無所属が 31% となっている。連邦議員たちの中にはこうした判断に反対する人たちがいる。メディアの中にいる多くの人たちも同様だ。しかし選挙で選ばれた公職者やジャーナリストたちがそう確信するか否かに関わらず、我々の民主主義のプロセスに対する深い不信感は魔法のように消え去ることはないんです。だからこれは我々全員が憂慮すべきことです。そしてこのことは今後の政権がどのようなものであれ正当性に継続して脅威をもたらすことになるんですよ。だから今回のこの不信感というのをきっちり拭っておかないと、トランプが大統領になろうがバイデンが大統領になろうが、もうそのずっとですね、その不信感が拭えないから、まともな政権運営できませんよということを言ってるんです。おっしゃる通りだと思います。で、理想的には法廷が証拠を聞いてこれらの深刻な選挙不正の申し立てを解決するはずであったと。しかし連邦最高裁は2度そうする機会があったにもかかわらず、2度却下したんです。もう連邦最高裁は自分たちがこの選挙の結果を決定づけてしまうような、判断を下すのを怖がってですね、受理します
ませんって言っちゃったよね。言っちゃったよね。あの、ロバーツさんね。ロバーツ、エプスタイン島ですね。エロ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 やっていた、あの、ロバーツさんですね。うん。だからもう最高裁は、もう自分たちがですね、正しい決断を下すチャンスを棒に振ったんです。はい。で、連邦議会は、争われている州での選挙結果に対して、10日間の緊急監査を実施するため、完全な調査及び事実発見の権限を備えた選挙委員会をすぐさま任命するべきである。調査が完了すれば、各州は選挙委員会による結論を評価して、必要であれば彼らの票を変更することを認定するための特別立法議会を招集することが可能である。だから、テッド・クルーズさんは、まずね、この、おそらく6か7個あったよね、ニューメキシコなんかも加えたら7州になるのかな。この選挙結果を争っている激戦州ってあるじゃないですか。この激戦州の選挙結果に対して、10日間の調査期間を設けるんだと。10日間の調査期間を設けるんだと。そして選挙委員会を作って、で、内容によってはですね、一回で、正式にね、表明されているすべて、バイデンが勝ったっていうようなね、選挙の認定だったんだけれども、この認定をひっくり返すことができるだけの権限を、この選挙委員会に持たせるんだと。そのね、選挙結果をひっくり返すだけの権限を持った選挙委員会にですね、この10日間、この激戦州で実際何があったのかっていうのを調べる時間を与えるんだと。それをしなさいと。いうことを言ってるんですよ。これを言ってるんですよ。これ正しいよね。この意識は非常に正しい。うん。で、ゆえに、我々はこの10日間の緊急監査が、実施されるまで、もしくはそれが行われなければ、1月6日に争われている州からの選挙人を手続きに従った事実や、法的に証明されたもの、法令上の必須条件ではないとして、拒否する投票を行うつもりであると。要するに、このね、テッド・クルーズさんが言ってる通り、この10日の調査期間を設けて、そして選挙結果をですね、ひっくり返すことができる権限を持った選挙委員会をすぐさま任命しないのであれば、1月の6日ですね、1月の6日にですね、この争われている州、4つから7つのこの州のですね、選挙人をですね、拒否する。我々は認めないと。認めないという投票を行うぞってことを言ってくれてるんです。これは心強いね。これは本当に心強いね。うん。で、我々は世間知らずではない。我々はもし全員でなくとも、ほとんどの民主党議員たち、そしておそらく数人と呼ぶ以上の共和党の議員たちが、地方投票を行うことを十分予期している。しかし、選挙の完全性を支持することは、党派の問題であるべきではない。信頼で、公正で信頼できる監査、迅速に実施され、1月20日よりも十分前もって完了された監査は、我々の選挙プロセスに対するアメリカ国民の信頼を劇的に改善することになるんだと。そしてそういう状況になるのであれば、我々の次期大統領が誰になっても、その正当性を著しく強化することになるんだと。我々はこのことを人民たちに尽くす義務があるんだということを言ってくれてます。いや、もう本当テッド・クルーズもう お前大統領でもいいわとかちょっと思ってしまうくらいの文章だね。で、これらは連邦議会に値する重大なことであり、そして私たち連邦議員に守るよう信託されたものなんだ。我々はこの行動を軽く考えてはいけない。はい。考えてはいない。我々は民主主義のプロセスを妨害するために行動を起こしているのではなく、むしろそれを守るために行動を起こしているんだと。これね、アメリカのですね、大手のマスコミのほとんどがですね、このトランプ陣営のこの動き、テッド・クルーズさんのこの動きを民主主義を壊すものだって言って報道してたんですよ。うん。全然違うよね。民主主義を守るためにテッド・クルーズは動いたんだよ。それはそうでしょう。それはそうでしょう。だってテッド・クルーズが自分の保身だけを考えているんだれば、もう今回黙っておいてですね、勝手にトランプに潰れてもらって、次の選挙はもうそうなったらもうテッド・クルーズが絶対代表になるだろうから、そのまま大統領選に出ていけばいいんだよ。でも今回民主党陣営、バイデン陣営が勝ってしまうと、選挙のルールそのものが変えられてしまう可能性があるし、もうね、ずっとですね、民主党がですね、大統領を誕生させることができないというような変な状況にもなるんですよ。まあそもそも民主主義の崩壊だけどね。うん、だからテッド・クルーズは立ち上がったんですよ。うん。で、そして、我々全員は、この選挙が憲法の下で合法的に実施されたことを確認するために、そして我々の民主主義に対する信頼を回復するために、我々ができることは全て実行するために一丸となって行動するべきであるということを言ってくれます。はい。もともとね、トランプさんの トランプ大統領のですね、ライバルだったテッド・クルーズがですね、ついに本気で動き、かっこいいな、テッド・クルーズこれ。めちゃくちゃかっこいいな。動き始めました。これね、一気に状況変わったよ。うん。テッド・クルーズがもう、ドカンと大きく動いてくれたせいで、はい、ペンスのケツを蹴飛ばしたと。はい。テッド・クルーズがですね、ペンス大統領、副大統領のケツを蹴飛ばしたっていう、そんな状況でございます。おそらく、ペンスはですね、もうね、何の審議もせずにですね、いきなりトランプ、バイデンの勝ちとかいうね、わけのわかんない表明は、絶対にしないと思います。だって上院も下院もですね、今回の選挙結果に対して、反対票を出すのはもう目に見えてますから。うん。もう、この表明を聞いてですね、ペンスはですね、この異議申し立て、歓迎しているよってはっきりですね、補佐官がツイートしましたから、これで状況は一気に変わるよ。
これちょっと1月の9日面白くなってきましたね。あの、エプスタイン島からエプスタイン氏がやってくるかもしれませんしね。なんならお前ね、1月の6日前後でオバマ大統領、元大統領ね、逮捕されるかもしれませんしね。いやー、これすごいと思ったんでですね、もう何の情報の整理もせずですね、とりあえず動画を作ってみました。で、他にもね、ちょっと面白い動画、面白い情報、ね、上がってきてですね、中国、ついに一帯一路計画がですね、頓挫しました。おいおい、やったぞやったぞ、正月早々、いいニュースだ。中国共産党ですね、一生懸命推し進めていたですね、一帯一路計画でですね、どうやら頓挫しそうです。あれ、マレーシアとね、シンガポールを結ぶね、高速鉄道の計画はですね、完全に撤回されちゃいました。完全に撤回されました。おそらくですね、このあの、債務の罠をね、警戒したマレーシア政府がですね、中国との関係を切り始めました。いやー、いいニュースです。もう、今世界中がですね、なんかどうなんでしょう、これ、トランプの足を後押しをしてるような感じしませんか？しませんか？うん。いやー、もうずっと応援してきてよかったね、よかったね。もうね、今ね、変なことやってるの日本だけです。今ね、変なことやってるの日本だけです。これ見て。毎日新聞がですね、ほんとすっぱ抜いちゃいました。はい。水面下で出回る中国ワクチン。簡単に言うとですね、中国のですね、変なコンサルタントを名乗る変な男がですね、これね、中国で開発されたコロナのワクチンですっていうことですね、密輸してきてるんで、ワクチンを。ワクチンを密輸してきてですね、それをですね、一部の富裕層にね、差し上げてるらしいですよ。うん。だから一部の富裕層とか、永田町、まあ、政治家とか官僚とかかな。うん。一部の権力者にですね、中国製のワクチンを打ってあげてるというようなニュースをですね、毎日新聞がすっぱ抜きました。すっぱ抜きました。おい、これね、このニュースの内容というのは結構簡単、もう狙いは簡単で、毎日新聞の狙いというのは、一般市民と、一部の権力者たちとの分断を狙ってます。要するに、毎日新聞はですね、我々一般市民とですね、自民党であるとか一部の富裕層との分断を狙ってるんです。私たちがコロナで苦しんでいるときに、一部の富裕層とか、政治家だけが安全な立ち、ね、ワクチンを打って安全になることを許さないみたいな話、そんな話をですね、どうやらね、作りたいらしいんですよ。うん、でもね、これね、面白いことにですね、これ毎日新聞ですね、中国共産党に怒られたそうです。中国共産党になんて記事を書くんだということで怒られたそうです。こんな記事を書いてしまっては、我々これから中国製のね、ワクチンで、コロナワクチンで儲けようとしているのに、中国ワクチンの信頼度がだだ下がりじゃないかと、中国ワクチンの信頼度がだだ下がって、このワクチンで儲けることができなくなってしまうじゃないですか。何をやってるんだ、毎日新聞ということですね、中国共産党から毎日新聞怒られたみたいです。これ、メーカーさんの動画でもなんかそれっぽいこと言ってるから、ぜひ聞いてみてください。いや、面白いな、お前ら、おい、毎日新聞、おい、中国共産党、おい、お前ら、仲間内で何やってんだ、コントやってんのか、もうね、こんなアホみたいな話題でですね、うん、なんか、わーわー言ってるのは日本だけですね、もう日本も早くですね、トランプ大統領支持をですね、表明してですね、このね、大きな波にね、トランプ大統領がね、中国共産党をやっつけるという、この大きな波に乗らなきゃいけないよね、日本も乗らなきゃいけないよね、と思ったんで、今回動画を作成させていただきました。こんな感じですね、アメリカ大統領選挙、はい、決着がつくまで、あと3日ですよ、まあ、正確に言うとですね、あと2週間以上あるんだけどね、1月の20日が本当のね、結論日だから。しかし1月の6日にはですね、確実に何かが起こりますから、皆さん注目しましょうね。ということでですね、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。